皆さんこんにちは、こんばんは。今回はつくもきたんシール組、この3弾が発売されたので、今回はとりあえずワンボックス買ってきました。でね、今回のこのパッケージがすごいかっこいいです。もうこのね、ひらめきがすごいかっこいい格好してて、もうこのパッケージの感じがちょっと変わったかな。こんなん勢揃いしちゃってね、変わらないコーラ味のグミが入ってて、シールが1枚、そして全26種です。レアシールが4種、ゴールドシール5種、シルバーが6種、ノーマルが11種になってます。で、今回も輪廻転生キャンペーン、シール台紙4枚送ると抽選で鬼レアシールが当たる。今回も2種類なんですけど、でこのね、ちょっと小さくて見づらいかもだけど、このね、2枚のどっちかが当たるみたいです。で、ここにはストーリーが書いてあってね、ホームページに詳しいストーリーが載ってるので、気になる方は、つくもきたんでね、検索して、ちょっと見てみてください。じゃあ早速ね、ワンボックス買ってきたので、この中にレアシール、これが欲しいな。これまずこれが欲しい、これが一番欲しい。なので一番はこれ狙いで、もちろんフルコンプしたいんですけど、これ狙いで開けます。じゃあ早速右からね、いつも右からなんだけど、開けていきますよ。まず1パック目、まあちょっと20パックで多いんでね、さささっといこうと思います。じゃあね、いつもと同じ、変わんないね、グミがね。ドラゴンボールもそうだけど変わんないよね、いつも。で、コーラ味っていうね。じゃあ最初の1枚目、じゃん、お、ひらめき、頑張るっつの。でね、裏が変わったみたい。じゃじゃん、おー、ナンバー52。これね、読んでると多分めっちゃ時間かかっちゃうから読まないけど、まあまあね、読みたい方は一時停止してもらえればいいかな。ということで、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ1枚目ひらめきね、ノーマルシールでした。じゃあこれもうちょっとこっちやろうかな。どんどん行きます。じゃあ2パック目、この中にレアシールが入ってないかもしれないからね。2枚目、ドン、おお、光ってるよ。ソースか、ソースか、たこ焼き。はい、裏はこんな感じです。射的だって。じゃあ続いて3つ目、どんどん開けていこう、グミが邪魔だ。3枚目、じゃじゃん、お、今言った射的、裏に書いてあったね、100発100中にあり。これは鬼だ、鬼だ、角生えてるしね。62番、目標はオリンピック出場って書いてあるよ。オリンピックを目指してるらしいよ、頑張れ。はい、じゃあ4つ目、中にレア入ってるかな、これ。入ってるといいけどね。もうグミ出すのやめるわ。もうどんどんシールだけ出していくね。じゃあ4枚目、ででん、うおー、きたーきたー、これレアだよね、レアだよね。手柄は綿さん、おー、やっぱ絵のタッチ変わったよね、なんかカートっぽいよね、これ。一マーク、おー、キラキラ。なんか今回なんか変わったみたいで、キラキラの部分が多くなったよね、やっぱね。カキタロッサシン、あ、73番レアって書いてある。カキくんは頑張っているところを人に見せるのを嫌う男前だね。カニカマシン、回転する歯が強力な武器。あ、これかな、持ってるやつ。よし、1枚ゲットだね。もう1枚入ってると嬉しいよね。入ってないかな。次は5枚目だね。いくぜ、5枚目。
かしこまりました。芝刈り機かな、70番あ、芝刈り機。悩みは芝生の手入れを頼まれること。え、芝刈り機ってついてるのに悩みなんだこれ。まあよく働いてると思うぞ。鬼を働かせれば給料はいらないしな。え、そうなの、給料を上げようよ。ただ働きはかわいそうだ。はい、次6枚目かな、そうだ6枚目。1枚しか入ってないかな。でも1枚入ってただけでいいよね。さ、おう、かわいい子が出たぞ。ねじり鉢巻き、ひねくれんなよって書いてる。61番、好きな食べ物はたこ焼き。昨日お城の近くでワッショイしてた時、獣の雄たけびを聞いたそうだ。たこ焼き食べたくなってきたな。次7枚目は何かな。感覚的に何かレアが入ってるんじゃないかな。感覚的に多分デデン。おう、マスターイッスン。私はここだ。何かいるのかな。なんだろう。75番、ニードルソード。なんか持ってる。これ鋭い突きに特化した剣。マスターの称号を持つ者はタロスさんに匹敵する力を持っているのだ。ゴールド初だね。ゴールド初。次8枚目。まあ、今のところまあかぶりはなし。次はノーマルかな。せーの、でん、おう、なんか受けたまわります。洗濯機。71番、使用洗剤鬼ホワイト夢心地っていうのを使ってるそうです。あら、また私の羽衣が脱色してるじゃない。漂白剤使っちゃダメよ。おお、ここが洗濯機になってんだ。すごいね。よし、次もノーマルかな。9枚目。9枚目はこちらです。ドゥドゥン。おお、さっき後ろにいた子だ。かわいい。この子かわいいね。人なんだ。綺麗なのが一番。かわいい。すごいかわいい。じゃん。69番、逆玉手箱。若返り効果のある竜宮城の宝。あ、さっきの子だ。ババ姫様は身も心も羽衣もおきれいです。それ以外言えません。ババ姫だから、本当は、まあ、この辺読むと多分この人はおばあちゃんなんだけど、これが玉手箱で若返りだから若くなってるってことなのかな。これも、これどこが変わるんだろうね。あの太陽で、ここにもしかしておばあちゃんが映っちゃうんじゃない。本当はあの映ってんのよ、わかんないけど。じゃあ10枚目。さあ、右側最後のシールは何でしょうか。でじゅじゅん。おー、出たー。ただ働き。でもお金じゃって書いてあるけど、お金欲しいんじゃない、本当に。本当は、この子。59番。尊敬する人物、共働きの奥さん。あー、いたね、共働き。頑張ってる人、私応援します。だから私のことも応援してね。はい、じゃあ最後。右側最後は、ただ働き。じゃあ続いて左側、ちょっとこれ取るね。じゃあ左側に行きましょう。じゃあ左側の1枚目、右側にレア1枚、左側に1枚入ってるとすごい嬉しいんだけど、どうなってるか。ダダン。お、ジジ王。ちょっと隠れてて読めない。ジジ王、鬼などゴミ以下だ。68番、
好きな色は金色、ゴールド、山吹色。もう金が好きなんだね。ジジ王様の趣味は天守閣から地上を眺めることでございます。良いご趣味で。はい、ではシルバーね。それでは次はノーマルかな。じゃん、おお、桃太郎さ、久しぶりに見た気がする。ピーチだぜ。だってあーそう72番、必殺技はトリプルアタック、お供攻撃。あー、お供を連れてるんだよね。なんか見える気がする、この辺に。ますます強さに磨きがかかった僕の憧れの人、モモ様素敵。スモモタロッサが憧れてるんだね、モモタロッサ。続いて、じゃあ3つ目、さあ次3枚目、じゃじゃん、射的。ここで被ったね。被るんだね。じゃあ次4つ目、次4枚目は、じゃーん、おゴールド。へそで茶が沸くわ。何怒ってんの。軍服、軍装。66番、武器は隠し玉爆弾。軍装は戦士の中の戦士。卑怯？それは歯医者が言ってるだけだな。卑怯なのかこいつは。はい、ゴールドが1枚。次はノーマルなのかな。続いては何かな。レア1枚しか入ってないのかなこれ。じゃあ次、じゃん、あーまたかぶった。ノーマルかぶり、かぶり2枚目だね。じゃあ次は何かな。レアはもう1枚欲しいな。さて次は、じゃじゃん、おーかわいい子。お天気、幸福確率 100%。 56番、口癖はパンが欲しい。パンが好きなのかな。お天気パイセンは小学校の2個上で、昔はお天気ってよりおてんばだったわよ。注射器っていうのがいるんだね。じゃあシルバーが1枚出た。じゃあ残り4つだね。この中にレアがもう1枚入ってるのでしょうか。運が良ければ入ってるかな。さあ次、じゃじゃーん、ノーマル。城壁かな、守ってやる鬼。67番、身長は57メートル、過去自称なんだ。我らの勝利のためには不可欠なやつだ。少なくとも俺は戦友だと思ってるぜ。さて残り3つになりました。残りには何が入っているのでしょうか。さて次は、じゃん、お、やったー。はあ、この封入率上げたかな、もしかして。ねえ、2枚入ってるってないよね。やった、一味違うぜ、桃太郎さ、新武装。かっこいいね。なんかすごいかっこよくなってない、桃太郎さ。すごーい。72番のレア、嫌いなことわざ、桃栗3年かき8年モモくんは天才肌だね。生まれた時から強く、自然と仲間を引き寄せる。やった、一箱に2枚入ってました。すごいね。やった、封入率上げたかな。もう前回までの1段2段がすごいね、封入率が悪かったからすごい苦労した分、今回は簡単に集められる、といいな。じゃあ残り2枚いきます。じゃん、お、やった、持ってないやつ。種まき、花坂じいさんみたいなやつかな。58番、
白丸、種を守る賢いペットの鬼犬。え、白丸っていうのがいるんだ。僕知ってるよ、先代の長老さんなんだって。下働きは言ってた。かわいいね、なんかただ働きくん。よし、じゃあラストの1枚は誰が入ってるかな。ラスト1枚、さあ誰でしょう。せーの、じゃじゃん。お、出てないやつ、やった。シルバーのこれ、白色。もちろん知ってます。すごい頭の良さそうな。54番、愛読書は鬼寺院、鬼ペディア、他多数。鬼ペディアだって。白色とトンチキが来てくれていろいろ助かったよ。まさかあれを連れてくるなんてね。あれだって、あれとは。よし、2枚のかぶりだけで済んだね。ということでね、今回はこのシルバーのシールが全部で6種中5種被らずに出てくれて、あとゴールドが5種ある中の2種で、レアが2つも入ってて、でノーマルはこの2枚被っただけでね、あとは全部違うのが、まあ最初だからね、まあこんな感じなんだろうけど、まあ被ってくれないと、まあ応募ができないので、まあ被ってもね、まあいいんだけど、ある程度ねこれに応募したいので2つゲットしたいしね。まあ、ということで今回のボックス開封はもうすごいいい結果だったんじゃないかなって、ひらめきのね、すごいかっこいいシールは出てくれなかったけど、まあ、今回はまあまずワンボックス目ということなのでね、まあ、こんな感じかな。ですごい良かったと思います。ということでね、また次も買ってこようと思います。いくつ買ってくるかわかんないけど、とりあえず買ってきます、また。ということで今回はつくもきたんシール組ワンボックス開封結果でした。それではまたねー。